皆さん、こんにちは。勝てば決勝進出、そしてパリ五輪出場権獲得となるイラク代表との大一番を迎えた日本代表。試合は立ち上がりからドリブルで運べる平川選手、大畑選手が絡む左サイドが起点となり、日本代表がボールを保持して優位に進め、10分には藤田選手からの縦パスを受けた荒木選手が前を向いてスルーパスを通すと、抜け出した細谷選手が決定機を迎え、左足でのシュートはイラク代表ゴールキーパー、イラク代表のハサン選手にコースを消されてブロックされますが、いい形のチャンスを作ります。一方、イラク代表も直後の11分、左サイドでボールを受けたジャシム選手がカットインしてシュートと高い個人技を見せます。ですが、これはゴールキーパーのコクボレオ・ブライアン選手が一度は弾きながらもしっかりと抑え、得点を許しません。そして時間が進み、試合が動いたのは28分、藤田選手のロングパスに抜け出した細谷選手がエリア内左で浮き球をコントロールすると、寄せに来た選手を背負いながらうまく反転、そして右足でゴール右へと冷静に流し込む。日本代表が先制点を奪い、均衡を破ります。その後も攻勢を続ける日本代表は42分、左サイドで粘ってキープした大畑選手が中央の藤田選手に預けると、藤田選手がダイレクトでエリア内に落とし、これに3人目として動いていた荒木選手がボールを受けると、ゴールキーパーとの1対1で冷静にゴール右へと沈めて、日本代表が追加点を挙げ2-0とリードを広げます。後半2点を追うイラク代表はジャシム選手の独特のリズムの個人技を中心に仕掛けますが、日本代表もカウンターからさらなる追加点を狙いに行き、48分には大畑選手の左サイドからの折り返しをニアサイドに走り込んだ山田選手がヒールで合わせ、66分にはペナルティエリア左で縦に仕掛けた平川選手の折り返しをファーサイドの細谷選手が頭で合わせますが、どちらもポストを直撃し、試合を決める3点目がなかなか入らず、73分には山田選手に代えて藤尾選手を投入すると、74分、イラク代表がカウンターからチャンスを作り、ロングパスに抜けたモハンメド選手の折り返しをニアサイドに走り込んだアザド選手が合わせます。ですが、ここは高井選手がブロックしてクロスバーを叩き難を逃れます。その後もイラク代表の猛攻に押し込まれる展開となる日本代表ですが、最後のところで守備陣が体を張って決定機を許さず、90分には西尾選手と内野選手を投入し逃げ切りを図り、決定機を与えないままに0と完封した日本代表がウズベキスタン代表の待つ決勝戦へと駒を進め、同時に8大会連続となる五輪出場を決めました。試合前日の会見で、我々は勝利を目指して取り組んでいるが、美しい試合をするつもりはない。選手たちはここに来るまで我々が求めたことを全て実行してくれた。彼らは守備と攻撃のプランをたくさん持っていて、我々はパフォーマンスよりも結果を求めていた。美しいパフォーマンスをすることは良いことだが、明日は勝たなければならない。日本との試合はいつもとても拮抗した試合になるので、明日はそれを生かして自分たちの力を出し切りたいと思う、と語っていたイラク代表のラディ・シェナイシル監督は試合後、カタールのニュースサイトによると、日本代表はプレーの速度が速く、スペースもすぐ埋められ、非常に苦しんだと明かしているようで、また我々の目標はオリンピックに出場することだ、今日の試合で起こったことは一旦忘れて、次の試合までに自信を取り戻さなければならないと語っているとのことです。一方、勝利した日本代表の大岩合監督は、自信を持って我々のスタイルを貫こうと話していましたと、試合前に行った選手への声かけを明かし、後半の内容については、少し我々がボールを持つ時間を増やしたかったんですが、イラクもとても強くて苦労をさせられましたねと振り返り、今の気持ちを問われると、ほっとしましたと安堵の表情を浮かべ、就任からの3年間を改めて振り返り、いろいろな選手が来て、その代表が今の23人なので、しっかりこの大会を勝ち抜こうという話を選手たちにしましたと語ると、決勝戦については、
日本からたくさんの声援をいただいていると思いますが、決勝戦はより厳しい戦いになると思うので、力を貸してもらいたいなと思います、と語っています。そしてこの試合、貴重な先制ゴールを決めた細谷選手は、チマが前を向いた瞬間にパスをくれた。同じシチュエーションが前にもあったけど、落ち着いて決められたかなと思います。とゴールについて笑みをこぼすと、パリ出場を目指してやってきた。ここから新たなスタートになりますけど、メダルを取れるようにいい準備をしていきたい。そしてしっかり優勝してパリに行けるように、と、決勝戦に向けて気合を入れ直しています。また、決勝点となる2点目を決めた荒木選手も、細谷選手同様ゴールについて、チマからいいボールが来たので、冷静にゴールキーパーを見ながら流し込むだけだった、と語ると、自分を犠牲にしてでも、足をつってでも走って、日本のために戦いたいと思っていた、とこの一戦にかける覚悟を振り返りつつ、自身の活躍での五輪出場決定に、今までやってきたことが全て出て最高です、と喜びを語っています。また、そんな2選手のゴールをアシストしたキャプテンの藤田選手は、タフなゲームになることは分かっていました。しっかりとした準備、気持ちの面でも相手に負けないように、強い気持ちで入ることを考えていました。と明かすと、2つのアシストシーンについては、1点目に関しては、真央があの動き出しをすることはずっと見ていたので、自分にチャンスがあったら狙おうとは思っていました。そのワンチャンスで、うまくパスを出せてよかったと思います。2点目に関しては荒木が良い動き出しをしてくれたので、自分はただ落とすだけでした。2人に感謝したいです。と語り、オリンピックの出場が決まったことについては、オリンピックの出場権獲得は、自分たちにとって最低限の目標でした。とコメント。それを達成できたのは嬉しく思いますが、自分たちが狙っているのはアジアの頂点です。次もしっかりと勝てるように、良い準備ができればなと思います。と、チームが目標として掲げている優勝へ照準を合わせ、本当にこのチームは強くなったと思いますが、まだまだ強くなれると思います。自分を中心に、もっとレベルを上げていければと思います。と、チーム全体としてさらなる成長を見据えるとともに、決勝へ向けては、いつも通り、自分たちは全力でプレーして、試合をコントロールできるように、アグレッシブなサッカーをできればと思います。と意気込んでいます。さて、パリ五輪の出場を決めた日本代表ですが、日本の SNS では早朝にもかかわらず、五輪出場おめでとう、細谷の体を回転させた技ありの先制ゴールも見せてくれた、荒木のゴールもドンピシャのタイミング、決勝相手はウズベキスタン、アジアカップ、ここまで来たらぜひとも優勝してほしい、ひとまずおめでとうございます。でもまだ戦いは終わっていません。この世代はまだアジアで頂点に立ったことがないので、次の目標は目先のアジアカップ優勝。相手が誰であろうと勝つためにやることは変わらないでしょうから、ぜひ優勝して歓喜を味わってほしい。パリ五輪、出場決定おめでとう。今日のゲームはとても安定していて、イラクは決して侮れない相手ではありましたが、安心して見ていられました。先制点が良かったですね。細谷選手もこれで吹っ切れたでしょう。オリンピック出場おめでとうございます。試合を重ねるたびにチームとしてレベルアップするところが素晴らしい、など多くの祝福コメントであふれています。決勝戦の戦いぶりにも期待がかかります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。